若干っていうかおかしいと思わないと。まあ、付き合いたいとかだったらまだわかるけど。うん、多少ね。会えてるか会えてないかって重要な感じが好きなのって重要だろ、アホだろ。めっちゃ重要だわ。別にね、ネットの中だけで仲良くしてるって言うんだったら別にそれでいいよ。実際付き合うとかそういう話になったら会わないとダメだよ。あと何回も言ってるけど、君たちはね、誤報を流しすぎ、2ちゃんでも散々言われたけど、さきちゃんからね、ストーカー行為で被害届出されたって2ちゃんに、すげえ昔書かれた時期あったけど、それ完全なガセだからね。完全なガセ情報。でもネットって 嘘のことも信じるからみんな。特に嫌いな配信者の集大みたいなことは 嘘でもみんな信じてずっと言い続けるから。でも、さきちゃんとか今俺繋がってるからね、普通に。まあ最近もう全然会ってないけど。